ロジャー・ウィリアムソンは、イングランド出身の F1 ドライバー。1972年にイギリス界3を制覇。翌1973年は界2に参加していたが、界1ドライバーのジャンピエール・ジャリエが F2 チャンピオン獲得を狙って界2に専念。ジャリエの代役として、ウィリアムソンはイギリスグランプリで界1デビューを果たしたが、2周目に発生した多重事故に巻き込まれリタイアした。1973年当時のザントフォールトサーキット、ウィリアムソンは画面上の S 字カーブを過ぎた直後にコースアウト、ガードレールに弾き飛ばされて土手を転がり落ち、東トンネル手前のインコース脇に停止したデビュー2戦目となったオランダグランプリでウィリアムソンは悲劇に襲われた。8周目コース中盤の S 字コーナーを通過した際、タイヤトラブルからウィリアムソンのマーチ731フォードはコースアウトしてガードレールにクラッシュした。そのガードレールが過去のマシンのクラッシュ跡でコースとは反対側に沿っているという危険な状態だった。マシンは飛び上がって一度土手に乗り上げた後コースに転落して横転、さらに火災が発生した。横転後もマシンのスピードは衰えず、逆さまのままコースを燃え上がりながら滑っていき、ガードレール沿いのインコース脇にようやく停止した。同僚のデビッド・パーレーが救出のためにマシンを止めて駆け寄り消火と救出を試みたが、ウィリアムソンは燃え盛るマシンの中で焼死してしまった。25歳没。界1デビューからわずか2戦、一度も完走を果たせないままの死であった。ウィリアムソンが事故に遭いマシンが炎上。パーレーが救出しようとするが果たせず、レースを続けている。他のドライバーに停車と救出への協力を求めるが、無視され、目の前で、ウィリアムソンが焼死していくのがわかりながら肩を落として、去る、という悲劇的な顛末は写真や映像として記録されており、鎮火後に、コックピットの中から白骨化したウィリアムソンを出そうとする、写真も撮影されている。後にパーレーは、あの時、彼はまだ生きていたんだ。僕に叫んでいた。For God's sake, デビッド。Get me out of here と語っている。事故発生後も現場のすぐ脇を走り続け、このレースの優勝者になったジャッキー・スチュワートは、レースが中断されない限り、私たちは走り続けることしかできなかったとコメントした。ニキ・ラウダもパーレーを見て、無事脱出したと思っていた。まさか乗っていたとは、とコメントしている。当時界1ドライバーが、界2に掛け持ち出場する例は多かった。ありがとうございます。